2017年、南広氏は、日本の外交官。国際連合日本政府代表部、特命全権講師を経て、中東ティモール特命全権大使。東京都出身。1983年東京大学法学部、第二類卒業、外務省入九省1986年ケンブリッジ、大学経済学部卒業。 1991年ケンブリッジ大学経済学習士、在中華人民共和国日本国大使館一等書期間。在英国日本国大使館一等書期間を経て。1998年外務事務次官秘書官、1999年外務大臣官房総務課。主席事務官。2001年外務省経済局サミット担当企画官、 同年外務省欧州局政応第二課長。2003年外務省国際社会協力部国連行政課長。2004年外務省国際社会協力部政策課長。2005年在ジュネーブ国際機関日本政府代表部講師。2008年在ロシア日本国大使館講師。2010年内閣参事官。2012年外務省国際協力局参事官。 2014年外務省国際協力局審議官2014年国際連合日本政府代表部大使2016年国際連合日本政府代表部特命全権公使、2017年中東ティモール特命全権大使2019年特命全権大使2020年特命全権大使2021年特命全権大使県内閣官房健康 医療戦略室次長、内閣府健康、医療戦略推進事務局健康、医療戦略ディレクター、内閣府グローバルヘルス、戦略推進協議会グローバルヘルス戦略有識者、タスクフォース構成員、ありがとうございます。